言論アリーナ、今日は、今話題のワクチンの問題について、医療経済ジャーナリストの森田博之さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワクチンは今日本では24日から大規模接種が始まって、非常にこうペースが上がってきたんですけども、まあ、世界的に見るとかなり遅れてるというふうに言われてますよね。で、皆さん一番気になるのはそのワクチンの副反応がどうなるか、あるいはワクチンの効果が本当にあるのか、あるいは一部の国ではそのワクチンを接種した後感染がかえって広がったという話もあるとか、はい、いろいろな不安があると思うんですよね。で、まあ、そのネット上ではこうそれに便乗してワクチンは非常に危険だという人たちもいるんだけども、そういうのは YouTube では削除されちゃうので、この番組はそういう番組ではございませんので、Google の皆さん誤解のないように、我々は別に反ワクチンを主張したいわけではなくて、ワクチンの効果について、世間で言われていることが本当かどうかということを検証したいということであります。はい、しっかりデータに当たって検証していこうということですね。はい、ではまずワクチンの効果について、はい、これまで分かっていることをちょっとデータでお願いします。はい、特にファイザーが出している、データなんかでは、はい、ね、接種者と接種してない人を比べるとやっぱり 95% ぐらい、発症を予防していると、はい、いうことがもうすでに論文化されてて、まあ、実際にそれは臨床試験では 95% と、はい、で実際に欧米とかでデータ取ってもそれぐらい効いてるんじゃないかというふうなことが言われてて、結構効果がありそうですね。はい、はい、なのでそこはしっかりデータが出ています。はい、まあ、はい、よく言われるのはイギリスとかイスラエルでは非常に劇的に減ってると。はいはい、そうですね。はい、それちょっとじゃあ、ね、イギリスとかアメリカとかで、はい、ちゃんと減ってるっていうグラフを見てみましょうかね。はい、これイスラエルですね。はい、見えてますか。はい、見えてます。はい、点線でダダダダとこう上がってきてる、これがイスラエルの国民の、ワクチンの接種率ですね。はい、これ部分接種率って書いてありますが、イスラエルではもうすでに 60% ぐらいが、少なくとも1回は打っていると。はい、国民の 60% は少なくとも1回は打っているということですね。はい、なのでかなり の接種率ですよね。はい、日本なんかまだ、2% か 3% とかそんなレベルですよね。はい、はい、ですね。なので、まあ、接種率がだんだん上がっていくにつれてイスラエルは感染者数がすごい勢いで下がっていると、はい、いうことが分かると思います。はい、イスラエルもですね、最初はちょっと上がってます。そうですね、はい、上がってるけどもう今はそうですね、時期的に言うと 20%、30% を超えたあたりでダーッと下がってきた感じですね。はい、はい、これがイスラエルですが、イギリスのとか見てみても、これはイギリスですね。はい、イギリスもやっぱり同じように最初ちょっと上がってるけど、接種者がどんどん増えるにつれて、もう感染者数も減ってると、はい、いうことですね。これはイギリスもそうですけどアメリカも同じような感じで、これがアメリカですね。はい、接種者が増えれば、ワクチンがどんどん普及すれば感染者が減るということがよくわかると思います。はい、はい、まあ、だからこう見ると本当にあれですよね、ワクチンを効いてる感じがするしますよね。はいはい、なんですがこれ欧米の状況とアジアの状況ってちょっとまず感染の規模が全然違うじゃないですか。はい、だからそうやって免疫機構とかいろんなことでちょっと条件が変わってしまうのかもしれないというところで、はい、アジアのを見てみるとですね、はい、がアジアって、まあ、日本なんかまだ本当数パーセントなんでデータにあられるようなまだ接種になってないんですよね。はい、なのでアジアで、
接種率が高いところを見てみると、一番がですね、モンゴルですかね。モンゴルは今 55% ぐらいまで行ってるんですね、はい、でモンゴルも見てみると、あの接種者がどんどん増えてるにつれて、感染者が減るかなと思ったらちょっと最初増えちゃって、ね、増えてるんです ね, ねで増えちゃって、また、山がなだらかに減ってきて、はい、いう感じですかね。接種率が 50% 増えたあたりで、ね、感染が減ってきたという感じですね。 そんな感じですね。イスラエルも大体それぐらいだったので、もしかしたら同じパターンかもしれない、ね、はあはあ、はあ、はい。であとアジアで増えてる国、あの接種者が多い国っていうと、あともうちっちゃい国ですけどね、モルジブですね、はい、これモルジブも点線の部分の部分接種率がもう 60% 近くまでいってるので、うん、相当打ってますけど、はい、突然ものすごい感染者増えてるんですよね、うん、これ過去最高らしいですね、うん、ね、まあちっちゃい国だから何とも言えないですけどね。あともう一個は、はい、ブータンですね。ブータンも、接種が、進むと増えているということが とりあえず今のところ言えるってことですね。まあただあの非常に小さい国なんで、この辺はあんまり当てにならないかなっていう気もしますが、うん、でこれで何が言えるかっていうと、はい、とりあえずあれですね、その欧米みたいにこう接種が増えるにつれて、あ、ちょっと一回共有停止しますね、はい、欧米みたいに接種が増えるにつれてこう綺麗に感染者が減っていくっていうようなグラフが、はい、もしかしたらアジアではそういう理想的な曲線が期待できないのかもしれないっていう、うん、のが一つ言えるんです。っていうのは前提として感染者数がめちゃめちゃ少ないの、はいはい、アジアの場合ですね、欧米と比べて。なのでそもそも少ないからなかなかこう、あ、欧米みたいに減っていかないっていうのは、はい、もしかしたらあるのかもしれないなっていうのが、はい、今のところそこぐらいしか言えないのかなっていう気がしますね。あと感染が始まった直後に初接種が始まった直後に感染が増えるというデータは、はい、イギリスでもイスラエルでもよく見るとあるんですよね、はいはい、ありますね、あるんですよ、ね、ええ、ちょっとさっきのね、あのイギリスのデータかイスラエルのデータ見せていただけません？はい、これがブータンですね。これがイギリスですね、ええ、これもねよく見ると最初は左軸で、100万人あたりの、うん、あ、じゃないや、これはワクチン接種率が右ですね。接種率は右で新規新感染者数が左軸ですよね。左 で、はい、左で最初100万人あたり 1000人台だったのが、はい、ワクチンのこう点線のワクチンが接種が始まった前後に6000人まで増えてますね、はい、そうですね、そうです。でまあこれは時間軸で見るとあの接種が始まったから感染が増えたというふうには読めないですね。そのピークアウトしてるあたりが接種の始まった時期とほぼ重なってますからね。そうですね、はい、そうですね。イスラエルはどうなってますか？イスラエルはちょっとねそれがずれてるんですよね。はあ、はあはあはあ、やっぱりこれは接種が始まった後に感染が増えてますね。ね、はい、これが最近いろいろよく言われる話ですよね。そうですね。要するに、まあ、ただですね、はい、感染症って上がっては下がって上がっては下がってって、はい、何回も繰り返している国がほとんどですので、はい、そういう自然のこう感染の波にワクチンがどうこうどこで始まったかっていうだけの話かもしれないですし、はいはい、これだけでは何とも言えないのかなと思いますね。まずおっしゃるようにその季節変動とか偶然とか、はい、はい、いうことは当然考えられるわけですけども、うん、とりあえずそれを除外してみると、はい、そのワクチン接種で大成功したと言われるイスラエルでも接種の初期には感染が増えるという現象が見られると、はい、そしてアジアの国でも似たような現象が見られると。そうですね、似たような国、これモンゴルもそうですね、モルジブも、はい、ブータンも今のところそうですね。やっぱ 50%、60% 超えてる国で最初ちょっと増えてるみたいな傾向があるのかもしれないですね。はい、これがね、
今一番問題になってる部分だと思うんですよ、うん、で、はい、いわゆる反ワクチンの人たちは要するにワクチンを接種することによって、まあ、その ADE と呼ばれるようなそのかえって感染を引き起こす、はい、現象が起こってるんだというふうに言う方もいらっしゃるわけですけども、これは念のため申し上げておくと、そういう臨床的な症例は見つかってないんですね。接種によって感染したという症例は見つかってませんよね。そうですね、はい、だからそこはね、確たる証拠はないです、ね、ありませんね。だから接種で感染したという言い方は非常に誤解を招く、つまり接種そのものが、ね、危険だというふうに言ってる人は、その実際の証拠のないことをおっしゃってるんだと思うんですけども、ただデータとしてそう見れるっていうのは、そう、まあ、相関はあるわけですね。そうなんです。つまりその接種によって感染するという因果関係は臨床的には報告されてないんだけれども、接種が増えるのとほぼ並行して感染が増えるという相関があると、はい、これをどう考えるかということですね。でこれは非常に難しい問題で、そこにこう単純な因果関係を求める人と、まあ、そうではないという人と、うん、いるわけですけども、はい、森田さんはこれどうお考えになりますか。ですね、医学的に証明されてないっていうのは、はい、意外と眉唾である可能性もあると思います、はいはい、全てを医学が証明できるわけではないので、はい、どっちかというとそのミクロでこうですね、ミクロでこうこの証明するよりも、まあ、ミクロというかその人がこう映しているかどうかっていう証明よりも、そのマクロで統計データとして見るデータの方が僕は信用できるんじゃないかなと思ってますので、うん、ただまだちっちゃい国でしかデータが出てきてないので、これが日本で 30%、40%、50% になった時にどうなるかっていうのはまだ全然分かりませんけど、はい、だからこれからのデータを注視していかなきゃいけないとは思っていますが、ただ一つだけ言えるのは、その日本、まあ、今ほらオリンピックでですね、はい、オリンピックまでにこうワクチンの接種率をどんどん上げていけば、はい、オリンピックじゃん、ちゃんとできるんじゃないかみたいな、なんとなくみんな思ってるかもしれないけど、はい、意外とそうでもない可能性もあるんだよっていうことはちょっと頭に入れといた方がいいのかなと思ってます、はい、あとさっきのような小国だけではなくて、アジアでもインドとかですね、そうですね、接種が増えるとともに感染も増えてる国っていうのがいくつかありますよね、はい、そうですね。だから、さっきも言った通りですね、ワクチンをどんどん打てばそれで解決するみたいな、今テレビではなんとなくそういう風潮で語られてますが、ね、意外とそう簡単にいくのかなっていうのがね、ちょっと思ってるところです、ね、はい。例えばそのワクチンを接種した後に感染がコロナの死者が3倍ぐらいになったハンガリーもありますよね。そうですね。だから接種の後に感染が増えるというケースがいくつかあると、はい、そうですね、いうことはデータとしては間違いないわけですよね、はい、もうこれちょっと今インドも出しますけども、はい、インドはこれですね、今見えてますか、はい、はい、もう点線の部分がワクチン接種率、はい、まあただ今 10% ちょっと超えたぐらいなんで、はい、そんなにちゃんとしたものではないかもしれないですけど、まあ、同じく感染者実践の感染者数が増えて、まあ、今ちょっと減ってきているという感じですね、はいはい、でこういうことになる原因というのはどういうことが考えられるんですか。まあ、さっきちょっと言いましたけど、スーパースプレッダーになっている可能性っていうのも、はい、もしかしたらあるのかなという気もします。ただそれも先ほど言った通り、はい、医学的に証明されてないので、はい、あまりそうなんです、ね、声を大にしては言いたくはないんですが、はい、まあ、可能性としてはもしかしたらあるのかなとはちらっと思ってますね、うん、感染接種そのものによって感染することがないとしても、その、うん、1回目の接種の後は
感染しやすく、1週間か2週間感染しやすくなるという言われてますけど、これは事実なんでしょうか。それもですね、ちょっと僕はまあ、医学的なところで言うとコメントしにくいのかなという気はしますね、はい、本当かどうかちょっと疑わしいかなと思います。あ、そうなんですか、はい、でもね、だから結局ね、はい、よくわからないんですよ。論文が出てるからそれが本当に正しいかっていうことでもないし、まあもちろん論文が出てないよりは確からしいんですけれども、そういう報告はまあいくつかありますよね。その1回目の接種の直後に感染しやすくなるという話がありますよね、うん、そうそれから少なくとも言えることは、2回目接種するまでは免疫はできないということはまあほぼ間違いないわけですよね。いや、これもですね、1回でもう大丈夫、そこそこ免疫がついてるんだというようなことも、はいはい、論文にもなってるので、その辺も微妙ですよね。イギリスなんかは1回目を全国民にやるようにしてるとかね。だから必ずしも1回接種だけで免疫がつかないとも言えないわけですよね。結局よくわかんないんですよね。まあだからね、これそれぞれの国でもいろいろ違うとは思うんですが、やっぱり少なくとも言えることは、2回接種してこう十分免疫ができるまではあまり安心しない方がいいということは言えるんですかね。そうですね。あの統計データ上、感染者がちゃんと明らかに減るとか、ね、死亡者が減るとか、そういうところを見てからやっぱり安心するべきかなとは思いますね。まあ、さっきのいろんな国のデータを見ても、最初はかなり大体ほぼ一様に感染者が増えるんだけど、接種が50% とかって非常にこう進んでいくと感染者はこう下がっていきますよね、はい、そうですね、やっぱりそういう傾向はあります、ね、うん、はい、ということは2回接種すれば普通の人にとっては免疫の効果があるというふうに考えた方がいいということですね、はい、その可能性は高いと思います、うん、ただ僕はいつも言ってるんですけど、はい、副反応ですね、はい、長期的な副反応、副作用っていうのはやっぱり分からないので、はい、これ、まあ、特に再起性とかね、奇形児が生まれるとか、はい、あと妊娠しにくくなるような、こう妊娠に関わるようなところとかいうのは、はい、まだ一切データが出てないわけです、ね、はい、だってそれはそうですよね。そうですよね。治験をそもそも3ヶ月ぐらいしかしてないわけだから。そうですよね、はい、なのでそこに対する不安っていうのは僕は全然拭えてないので、はい、若い人たちに接種を進める気にはちょっとなれないですね。高齢者は別にいいと思いますけど、やっぱり皆さんこの問題心配してらっしゃるのは、今回はいわばワクチンは特例承認という形でね、正式の治験を経て最後まで安全性と有効性が確認されてから承認された薬じゃないと。これはまあ事実なわけですよね。これは事実。で、まあ特例承認というのは別に法的にはね、正しい手続きではあるんだけれども、それは海外でも半年ぐらい、日本でもそこに加えて2ヶ月ぐらいやっただけで、当然長期的な効果というのは分からないわけですよね。そうですね、だからさっき言ったように長期的な副作用も分からないし、はい、長期的な有効性もよく分からない、はい、半年は効くんじゃないかというような話も出てますが、うん、じゃあ1年効くのか毎年打たなきゃいけないのかっていうのは、うん、分からないですよね。分からない。だからその分からないところを危険だというふうに言う人と絶対安心だという人、うん、人がね、いるわけですけども、僕はね、危険だという人があまり不安を煽るのは良くないと思うけど、絶対安心だという人も僕はあんまり信用してはいけないと思うんですよ。そうですね、はい、原理的にね、半年以上の効果というのは証明できてないわけですからね、だからそこをね、まあ、いわば受ける側としてはそのリスクと、そのメリットをね、こう自分の中でどういうふうに整理して納得して、接種を受けるのかという問題じゃないかと思うんですよね。そうですね、はい、どうなんでしょうかね。その日本人にとってね、まあこれはね、うん、まあ、この問題やや微妙な問題を含んでるんですけど、日本人は
個人としてこの接種を受けるメリットというのは、僕は率直に言ってね、その少なくとも例えばイギリス人とかね、ああいうものすごい感染が出た人、僕はイギリス人なんかはね、接種するメリットは明らかだと思うんですよ。あれほどすごいたくさんの死者が出てる、だから多少リスクがあってもね、それはもう短期的にもう認めて、ワクチンを認めて接種した方がいいということは明らかだと思うんですけど、さっきおっしゃったように日本人っていうのはね、もともとイギリス人の50分の1ぐらいしか感染してなかった、死亡者もいなかったわけですよね。その日本人が同じようにワクチンを打つメリットが相対的に大きいのかというとのは、かなりデリケートな問題かなと。はい、あまり言うと削除されるのでそう僕もあまり言わないですけど、ええ、全く同感です、ね、やっぱり薬ってメリットもあればデメリットもあるわけです、ね、ええ、その天秤のにかけてそう判断しなきゃいけないと思うんですけど、ええ、そう考えれば欧米人に比べれば日本人はメリットが圧倒的に減ってしまうというのはもう事実としてあるわけですよ ね、うん、はい、そこもちゃんと考えて個人がみんなで考え打つのね、考えたらいいんじゃないかなと思いますけどね。さらに難しいのは、率直に言って僕ね、日本人が個人として打つメリットはそれほど大きくないと思うんですけど、じゃあ打たなかったらどうなるかという問題で、日本人が全くワクチン打たなかったら今のこう皆さんが非常にこう不安な状態がそのまま続いちゃうと、それからいわゆる集団免疫はもういつまでたっても実現しないと、で、まあこの集団免疫が実現するのかというところもやや問題ではあるんだけど、仮に、ね、国民全員がワクチンを打ったら集団免疫が実現してみんながマスクを外して日常生活に戻れるということが事実だとすると、僕はやっぱり多少個人としてリスクがあってもいわば社会貢献としてね、ワクチンを接種した方がいいという考え方はあると思うんですよね。はい、あると思います。ただですね、インフルエンザもあれだけ毎年流行ってるけど結局集団免疫なんて達成しないわけですよね、はい、と考えるとそのパターンになる可能性だってあるわけですし、うん、結局よくわからないっていうのがことしか言えないわけですよ。そうですね、はい、なのでこの段階でこう社会貢献本当に分かんない。そうそう、そこもね、あんまり強くは言えない部分で、要するに集団免疫が日本で実現するのかというとこも怪しいわけですよね、うん、もう皆さん抗体を 1% も持ってないような状態で、これどうやったら集団免疫ってね、普通に考えたら 60% とかっていう人が抗体持たないといけないわけだけど、日本人は良くも悪くも依然として抗体がほとんど増えないわけですよね。そうですよね、はい、この状態で、まあ、抗体を作る以前の T 細胞とか、うん、そういう自然免疫系でもう撃退してるっていう可能性もかなりあるの で、ね、そこもまた確かなことは言えない領域なんですけど、日本人が分からないっていうことしか言えない。そうそうそう、一番責任ある言い方は分からないということしか言えないんだけど、もうそれでは番組成り立たないので、あえてね、少し分かっていることを言うとすると、日本人の50倍とか100倍とか感染してたヨーロッパの人々がワクチンを急いで打つ可能性は僕は明らかにあると思うんですよ、はいはい、ね、本当同感です。しかしヨーロッパの人々がそれだけ効果があって10分の1とか、イギリスの場合はもう数十分の1に減ったと言っても、まあ、イギリスは日本より少なくなりましたけど、うん、EU の平均なんてのはまだ日本の2倍とか3倍とか毎日の感染者が出てると、死者も出てる。アメリカも大体2倍です ね、つまり彼らがワクチンを打って、あ、これでようやく解放された、マスクを外せるって言って喜んでる状態がまだ日本の2倍とか3倍とか死んでる状態なんですよ。そうです、このね、絶対評価がね、日本のマスコミでは全く出てこないわけですよね。はいはいはい、そうなんですよね、うん、だから彼らはそれでも大喜びして、そうそう、僕らは今の彼らより全然少ないのにすごい悲観しているっていうのは、これって客観の問題じゃなくて主観の問題なんですよね。そうですね、まあ、もう簡単に言うと気持ちの問題っていうこともあって、だってね、日本人はコロナでまだ1万人ちょいしか死んでないですけど、はい、肺炎は毎年12万人死んでるわけで、はい、
ね、まあ、インフルエンザはまあ3000人とか1万人とか言いますけど、いろんなリスクがあるわけですよ、人間の、特に高齢になればね、はい、コロナの死亡も、だいたい平均すると男性が80歳で、女性が85歳とか、はい、そんなものなので、はい、まあ、結局あの、若者が重症化しているとかいうこともありますけど、でも平均取ってると、やっぱそれぐらいなんですよね、うん、まあ、今回の第4波もね。なので、まあ、そこをどうやって評価するかっていうのは、さっきも言った通り、主観の問題になっちゃうっていうことですよね。まあ、あの相対的に言うと日本の被害が小さいという事実は依然として変わらないわけですよね、はい、依然として変わらない、ね、第4波になっても一つも揺らがないです。そうですね、うん、だからあの前から言われているようにヨーロッパとアジアではいわゆるファクター X と言われるような、うん、何かやっぱり特別な効果あるのではないかと、はい、まあ、これもまあ医学的にはね何とも言えない、あの 証拠はないわけですけども、証拠はないから本当は言えないんですけど、まあでもあるんですよ、あのそういうものがあると考えてほぼ間違いないと思いますよね。僕は思いますけどね、うん、でもこれもあの医学界ではやっぱりそれを否定する人も結構多いですし、はい、まあ、ただ日本のこの感染対策とかロックダウンとかいろいろやってますけど、実際の人流抑制も欧米とかから比べると全然小さいので。そうですね、はい、なのでこの対策で日本とかアジア全体が助かってるっていう状況は、まあ客観的に考えて何かあると考えて、そうですね、自然だと思いますけどね。僕はその生活習慣の違いもあると思うけども、じゃあ日本と全然生活習慣の違う東南アジアでも低いっていうのはね、うん、説明できないわけだし、そうですね、で、あのやはりそのかん、まあまあ、いわゆる自然免疫とか訓練免疫とか交差免疫とかっていうね、その抗体を得る持つこと以外の効果による免疫の効果があるというふうに推測せざるを得ないと思うんですよね、はい、でただし僕はちょっと今回注意が必要かなと思うのは、あのいわゆるインド株とかね、そういうものを見てると、はい、例えばインドなんてのは今まで、まあ、非常にこの結核が多かったりして、そのコロナに対する免疫が非常に強いというふうに言われてたわけですね。日本よりもはるかに少なかったわけですね、はい、それがもうどんどん今ね感染が増えてるっていう状態でしょ、はい、これなんかは ね、いわゆるファクター X もそれほど信用できないということかなという気がするんですけどね、はいはいはい、まあ、だからあの池田さんがよく言われてるようなちょっと標準化というか平均化が、はい、まあ、少しずつ出てきてる、そうですね、ようなところありますね、はい、つまりざっくり言えば要するにヨーロッパは今までほとんど免疫がなかったのでひどいことになってるけど、アジア人はある程度弱い免疫は持っていたと、いわばまあ天然のワクチンみたいなものを打ってたと、でそれに対してヨーロッパ人がその人工のワクチンを打ってようやくアジア人のレベルに近づいてきたという感じかなと。あ、まあそうかもしれないですね、わかんないですけどね、はい、わかんないですけどねあの、まあ、だから絶対確かなことは何も言えないわけですけども、うん、これからワクチン日本でねもう、うん、まあ、今大変な勢いで打ってるわけですけども、どういうふうになるというふうに思われますか。これももちろん確かなことは言えないですけども、はい、あの僕は多分ワクチンをみんなが打てば下がると思います。っていうか下がるというか、もうすでに今第4波って、ね、全国が下がってますね、下がってきてますので、うん、まあ、普通のこう自然の波として下がってくるのは下がってくると思います、うん、多分そこにワクチンがかぶってくるので、ワクチンの効果に見えるような気がしますけど、うん、それもちょっと前つばなのかもしれない。逆に言うとまた上がってくる時期が来ると思うので、それをちゃんと抑えられたら本当のそれワクチンの効果かなと思いますね、はい、うん、はい、だから次の秋冬でちゃんと抑えられるっていうのが本当のワクチンの効果なのかなと思いますね、うん、もうあの森田さんも僕も別に反ワクチンじゃないんでね、あのワクチンの効果というのは長期的にはあると思うんですね、日本でもね。ただし短期的にはその感染が増えるとか、あるいは1回目の接種で安心した人がこう活動を再開してね、あのいわゆるスーパースプレッダーになるとかいう効果も考えられますよね、うん、あの一応想定しておいた方がいいと思いますね、うん、あのデータを見る限りで言えばですね、はい、僕もあのインフルエンザワクチンも毎年打ってますし、はい、あの子供にもいろんなワクチンを打たせてますので、はい、基本的に反ワクチンでは全然ないです。あの信用できるワクチンだったら全然打ちますけど、はい、
とりあえず今のところ僕まだ40代なので、はい、子供ができる確率がまだちょっとあるかもしれないから、うん、まあちょっと今のところ見よう、する、今年はちょっと。コロナのワクチンは打たないんですか？うん、コロナのワクチンはちょっと見送りかなと思ってます。あ、僕は打つ、予約はしたんですけどね。ああもう、いいと思いますまあそういう意味ではね、日本ではね、率直に申し上げてそれほど急いで、皆さんが打たないと危険だという状況ではないと思うんですよね。そうですね、うん、はい、欧米に比べればもう本当に恵まれているので、そういうことじゃないかなと思いますね。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。